クルチアリパシャは、オッケアーリ、ウルグアリレイスウルグアリパシャとも呼ばれる人物で、バルバリア海賊の一人である。後に、オスマン帝国海軍の将、オスマン領アルジェリアのベーレルベー、最終的に16世紀オスマン帝国海軍における、カプタンパシャとなった。ジョバンニジオニギゴリーニとして生まれた、彼は、地中海盆地一帯のキリスト教諸国においては、 いくつかの別名で知られており、文学作品の中でも様々な名前で登場する。ミゲルデセルバンテスのドンキホーテデラマンチャ第39章では、チャーリーと呼ばれている。単にアルパシャとのみ呼称されることもある。ジョン・ウルフは、その著作ザ・バルバリー・コーストにおいて、彼を、ユルチアリとしている。クルチアリパシャの像。彼の故郷であるイタリアのレ・カステラ所在。クルチアリパシャは、 スイフバーのゴリーニとその妻ピッパで、しっこの子として、南イタリアのカラブリア州、レカステラの村に生まれた。父親は彼を、進学の道へ進ませようと考えていたが、1536年4月29日、彼は、バルバロスハイレッティン帰化の私略戦船,船長であるアリ、アーメドによって捕獲され、ガレー戦奴隷として、強制使役された。彼は、 オスマン艦隊が冷戦の一総主として1538年のプレベザの海戦に参加することとなった。数年の後彼はイスラームに回収し、1541年にはチュルガットレイイース艦隊の死略船員となった。こういった例は珍しくなく、ムスリムの海賊には捕獲され、奴隷となった後にイスラームへ回収したものも多かった。彼は優秀な航海士として、 すぐに頭角を現し、アルジェから出航するブリガンティン海賊船の共有権を手に入れるに十分な戦利品を獲得した。その後も成功を重ねた。彼は、ほどなくガレー船の船長権所有者となり、バルバリア海岸でとりわけ勇敢なるレイイスの一人だという名声を得た。クルチアリパシャは、当初、地中海世界で最も名高い海賊の一人にして、オスマン海軍提督。 トリポリのベーレルベーであるチュルガット・レイース艦隊の一員であった。彼はチュルガット・レイース機下で航海する中、その艦隊とたびたび共闘していたもう一人のオスマン海軍帝徳、ピアル・パシャからも多大な影響を受けることとなる。1550年、彼はその先行により、エーゲウミサモス等の支配権を与えられた。1560年にはチュルガット・レイースと、 ピアルパシャの軍の一員として、ジェルバ島の戦いに参戦している。1565年、彼はアレクサンドリアのベーレル米に昇格した。同年、オスマンのエジプト艦隊を率いてマルタ包囲戦に参加するが、この戦闘において、チュルガットレイイスが戦死した。その後任として、ピアルパシャはクルチアリパシャをトリポリのベーレル米に指名した。彼は、 シュルガットレイースの意外をトリポリへ輸送したが、これは埋葬のためだけでなく、一体の支配権を掌握するため、また、トリポリのパシャとしての地位を時のスルタンスレーマン一世に、追認させるためでもあった。その後数年間、彼は、シチリアカラブリア州、ナポリ沿岸での多数の襲撃戦を指揮した。1569年、アルジェ総督のクルチアリパシャに率いられた、オスマン帝国軍が、 チュニスを興軍している1568年3月、アルジェフク王が空位となった。ピアルパシャの推薦を受けて、時のスルタンセリム2世は、クルチアリパシャを、アルジェのパシャ圏、ベイレルベーとして指名した。アルジェのベイレルベーは、当時徐々に自主性を強めつつあっときたアフリカのオスマン領主の中でもとりわけ強大な力があり、 スルタンによって指名された、シリアクセン帝督がその地位を占めていた。1569年8月、彼はスペインにより福井されていた、ハフス朝チュニスのスルタンアフマド3世を襲撃した。約5000の兵を率いて、陸路を進軍し、スルタンとその軍を即時に逃走させた後、彼は自らチュニスの支配者の地位についた。アフマド3世は、チュニス領の外、 ラグレットのスペイン軍上塞に逃げ込んだ。1570年7月、クルチアリーパシャは、北アフリカのスペイン勢力を駆逐するためさらなる、人員と船が必要であるというスルタンの意向を受けて、イスタンブールへ向かう途上、騎士団ガレー戦船長フランシスコデ・サンクレメント、率いるマルタ騎士団のガレー戦合席と遭遇し、シチリアのパッセロ岬付近でこのうちの4席を打歩した。 サンクレメントは逃走したが、マルタ島へ戻ったことを非難され、考察された後以外は袋詰めにされて、港から投棄された。この勝利によって、クルチアリパシャは心変わりを起こし、縮小のためとして、アルジェに戻った。そして1571年初め、彼は、旧金地帯を不満として発生したエニチェリの、反乱に直面する。彼は手当たり次第に人を襲い金を奪っている。 反乱兵たちを打ち捨てて、会場へ出ることを決意した。以前より、ペロポネソス半島、コロニに、オスマンの大艦隊が存在することを知っていた。彼は、その戦列に加わった。これは、メジンザードアリパシャ率いる艦隊で、数ヶ月後には、デパントで壊滅的被害を受けることとなる。百七十一年八月七日、デパントの海戦において、クルチアリパシャは、 メジンザードアリパシャ艦隊の左翼を率いた。彼は乱戦の最中も事態を一塊に止め、退治した敵主機関、ジャランドレアドーリアの裏を書いて丸るた騎士団艦隊の機関を打破し、その昇水機を奪取した。オスマン側の敗色濃厚となると、彼は自戦を離脱させ、オスマン艦隊の残存戦乱を集めてイスタンブールへ向かった。 到着時には87隻があったとされる。彼は、マルタ騎士団の小水機をセリム2世へ献上し、これにより、K、リットルの称号を与えられた。そして1571年8月29日、彼は、カプタンパシャ、多党海のイヤーレットに指名された。この時から彼は K、リットルあリパシャの名で知られるようになる。 メルスイン海事博物館所蔵のクルチアリパシャの共造当時の大宰相ソコルルメフメトパシャは生き残ったクルチラを抜擢して半年で大艦隊を再建させる。その命を受けたピアールパシャとクルチアリパシャは直ちにオスマン海軍の再建を開始した。クルチアリパシャが特に重視したのはベネチアのガレアス船よりも重装型の船の建造数を増やすこと。 ガレー船の砲兵をより重装にすること、そして乗船員に重火器を装備させることであった。五百七十二年六月、カプタンパ社として、彼は二百五十隻のガレー船と無数の小型船を、伴い、レパントの海戦の報復のため出航した。彼は、ペロポネソス半島の入り江に停泊している、キリスト教勢力の艦隊を発見したが、この艦隊は罠にかかって包囲される事態を、 警戒していたため、敵を誘い出し波状攻撃によって打撃を与えるという彼の戦略は十分な成果を上げられなかった。1573年、クルチアリパッシャはイタリア沿岸への行軍を指揮した。この時期の数年間で、アルジェの支配権はハフス朝のムハンマド4世に移っており、デパント海戦の勝者であるドンフアンデ・アウストリアによってチュニスが スペイン側へ奪還されていた。1574年7月、クルチア・リパ社は250隻のガレー戦とシャガラザード、ユスフシナンパ社率いる大軍勢を伴い、チュニスへ進行。1574年8月25日にラグレットの軍港を制圧。同年9月13日には、チュニス市街を占拠した。この遠征の最中、 1574年7月26日には、クルチア・リパシャの軍勢は、モロッコの海岸戦争い、スペイン本土のアンダルシア州を望む地に、オスマン軍の要塞を築いた。彼は1576年には、カラブリア州を奇襲し、また1578年には、アルジャでムハンマド4世を暗殺したイエニチェリの暴動を鎮圧した。1584年には、 クリミア半島への海上遠征を指揮した。1585年にはアレクサンドリアを拠点とするオスマンエジプト艦隊がシリアレバノンで反乱を起こしたが、これも鎮圧した。クルチアリパシャは1587年6月21日、イスタンブールで没した。意外はクルチアリパシャモスクに埋葬された。これはオスマン帝国最盛期を代表する建築家。 見回る水難の設計によるものである。ありがとうございます。